トマビ知識認定コーチの西村です。本日はコーチまゆみの利用法です。まあ利用法っていうか、こういう人に向いてますよって話になるかもしれません。私は今年に入ってからですね、介護とか親の死を見取ってとか、身近な人の最後を見取って精神的ストレスとかショックを受けた方のコーチング多くなりました。そういった方々って精神的に強い方多いんですよ。なんですけど、やっぱりちょっと身近な人の愛する人の死亡っていうのは非常に精神的に負担になる部分大きくって、その方々ってすごく仕事のですねパフォーマンスも高い方多いので、まあ私のお客様ってそういう方多いんですよ。ってなると、それがその一時的なショックとかによってパフォーマンス落ちるのっていうのが耐え難かったりとかね、とか周りにすごく優しく接したいのに、ちょっと辛いことあるとなかなか笑顔が作りにくいっていうか、笑顔になりにくいっていうか、そういう方々が、まあ、毎月私のコーチングを受けていただくことで、まあ話し相手として、なぜ私はそういうふうにパフォーマンス下がったんだろうとか、なんか私のどうしてそういうふうに感じてるんだろうかとか、未来にゴールをきちんと設定するためにもっと強くありたいとか、まあそういったニーズですね。そういう私の使い方ってすごく頭がいいことだと思うんですよ。普通の方はほら霊媒師さんとかさ、占いとか整体とかマッサージとか行けません？まあそれはそれでいいのかもしれないけど、ゆっくりじっくり話すコーチっていうのを、そういう自分の精神的サポート、あと今の状態を抜け出してブレイクスルーですね、なんか未来大きなゴール設定して着々とそっちに抜けるっていうやり方としたらすごくいいと思いますよ。なのでちょっと苦しいけど話し相手なんか家族にぶつけるの嫌だなっていう方は、コーチ利用してみていただくのは非常によろしい手かと考えます。